には移転する。最後の築地市場を訪ねました。昭和の雰囲気の商店街を歩き続けました。最初は普段見ることのできない青果市場を見学しました。ビジネスでね、テレビで村の村の、ね、若いお兄ちゃんが開発開拓したんですよ、教えてくれって。歴史のある巨大な魚市場に入りました。
長い歴史が終わり、そして新しい歴史が始まります。